どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、たくさんある ANA スーパーフライヤーズカード一体どれがおすすめかっていうね解説やっていきたいと思います。私のね動画のチャンネルにもですねコメントでどのねスーパーフライヤーズカードがおすすめですかっていう質問を結構いただく機会が多くてですね、まあ嬉しい限りなんですけども、 ANA のスーパーフライヤーズカードに関してはですね、人それぞれね合うスーパーフライヤーズカードっていうのは変わってくると思うんですよね。というのも家族カードの有無だったりとかですね、まあ、年会費還元率、まあいろいろあるわけなんですけども、一概にこれがおすすめっていうのはですね、まあ、言いづらい状況なんですよね。ですので今回の動画では比較していきたいと思いますので、これからね SFC 修行ねされようっていう方、今ねもうすでに SFC 修行されてですねカード保有されている方で、そのカードがね自分に合ってるかっていうのをねぜひ確認してみていただけたらなっていうふうに思います。まずですね、 ANA のクレジットカードには20種類以上ねあるわけなんですけども、そのうちですねスーパーフライヤーズカードに切り替えができないねクレジットカードがあります。少し前まではですねゴールドカードならスーパーフライヤーズカードにね切り替えができるということで非常に分かりやすかったんですけども、半年前ぐらいでしたかね、 ANA JCB ソラチカカードにゴールドカードがね登場しましたよね。まあこれでねちょっと分かりづらくなってしまったんですけども、交通系が付帯している ANA のカードっていうのはスーパーフライヤーズカードにね現時点では切り替えができないっていう風になっておりますんで、ニモカだったり ANA スイカ、ソラチカカード、ソラチカゴールド、 ANA 東急クラブ級ポイントカードなので、ね、そういう交通系が付帯しているクレジットカードはスーパーフライヤーズカードにね切り替えができないっていう風になっておりますんで、この点はね注意してみていただけたらなっていう風に思います。またねスーパーフライヤーズカードは保有できるのはね1人1枚のみっていう風になっておりまして、国際ブランドの切り替えに関しては自由にできるっていう風になっておりますんで、この点もね覚えておくようにしてください。ではねスーパーフライヤーズカードの、ね、解説に入っていきたいと思うんですけども、カードは大きく一般カード、ゴールドカード、プラチナカードに分かれておりまして、一般カードからプラチナカードまで全部で12種類のねスーパーフライヤーズカードがあります。まずね一般カードは3枚ですね、ビザとマスターと JCB、ゴールドカードはビザ、マスター、JCB、ダイナース、アメックスっていう感じになっております。プラチナカードは、ビザ、JCB、ダイナース、アメックスっていう風になっております。ですのでこれで全部で12種類のねスーパーフライヤーズカードがあるっていう感じになっております。で今回ね紹介させていただいているのは ANA のスーパーフライヤーズカードっていう風になっておりますんで、年会費がね普通の ANA のねゴールドカードとかと券面がとても似ているんですけども、年会費とかねちょっと違いますんで、この点はね覚えておいていただけたらなっていう風に思います。まずね一般カードの基本情報ですね、こちら表でバンって出させていただきますけども、年会費がですね1万250円っていう風になっておりまして、ビザ、マスター、JCB っていう風になっております。こちら年会費のね割引制度がありまして、こちら割引制度をね利用するとビザ、マスターに関しては9275円、 JCB に関しては9000円っていう風になっております。家族カードに関しては5100円っていう風になっておりまして、家族カードの年会費の割引を入れると4575円っていう風になっております。こちらね JCB にはちょっと制度がありませんので、その点は覚えておいてください。で移行手数料ですね、ビザマスターに関しては6000円、 JCB に関しては5000円がかかるっていう風になっておりまして、基本還元率はコースによってね違うっていう風になっておりますんで、基本は 0.5% から 1%、 最大還元率はビザマスターに関しては 1.35%、 JCB に関しては 1.06% っていう風になっております。またね ANA の航空券の購入時には100円に対して 1.5 マイルがね貯まるっていう感じになっておりまして、貯まるポイントは国際ブランドによってね、ビザマスターは V ポイント、 JCB に関しては OKIDOKI ポイントが貯まるっていう風になっております。ポイントの有効期限に関しては全てね2年っていう風になっておりまして、クレジットカードをね継続すると2000マイルがもらえるっていう風になっております。またねフライトボーナスが 35% ねアップするっていう感じになっております。
こちらがね、まあ、一般カードなんですけども、年会費がね一番安いのが一般カードっていう風になっておりまして、年会費はですね、本会員と家族カードを入れると、本会員と家族カードで割引後の金額で 13,850円っていう風になっておりますんで、ちょっとねこのビザマスターに関しては割引が受けれるっていう風になっているんですけども、こちらに関してはですね他の動画で解説しておりますんで、こちらね概要欄に載せておきますんで、そちらね見ていただけたらなっていう風に思います。一般カードはですね年会費が一番安いっていう風になってるんですけども、 ANA マイルの、ね、移行手数料がね必要っていう風になりますので、こちらを支払わないとですね基本還元率が 0.5% っていう風になりますので、この点は注意が必要です。こちらのスーパーフライヤーズカードの一般カードですね、こちらおすすめの方っていうのは ANA のカードをメインカードにされない方、 SPG アメックスってありますよね、あちらは年会費が31,000円でちょっと高いんですけども、基本還元率として ANA マイルを貯めるねクレジットカードとして 1.25% っていう還元率を誇っていますので、まあ、そういうね別のクレジットカードをメインカードとしてね利用されていて、 ANA の上級会員のこの SFC を維持するだけのためにね保有されている方はねおすすめっていう風になっております。ではね次にゴールドカードですね、こちら基本情報をね出しておきますけども、ちょっとねここからなんですけども、かなりね情報量が多いですので、個別にね全部解説しているとですねかなり動画長くなってしまいますんで、ちょこちょこね解説させていただきますけども、年会費が 15,000円から31,000円、年会費の割引制度に関してはビザマスター JCB に関してはあるんですけども、ダイナースとねアメックスに関してはないっていう感じになっております。でゴールドカードになるとですね移行手数料がなくなるっていう風になっておりまして、 ANA のね航空券を購入する際も基本は2マイル、ANA アメックスゴールドに関しては3マイルっていう風になっております。またねポイントの有効期限なんですけども、ビザマスター JCB に関しては2年間っていう風になっておりまして、ダイナースとアメックスに関しては有効期限がなくなります。一番ね人気のあるのがこのゴールドカードっていう風になっておりまして、 ANA ビザスーパーフライヤーズカードでいうと本会員の年会費と家族会員の年会費を入れると16,500円っていう風になっておりまして、比べてみてもらうとね分かると思うんですけども、一般カードとゴールドカードの家族カード込みのね料金だと2,650円しかね変わらないっていう感じになるんですよね。したがって ANA のクレジットカードをメインカードにね利用していくっていう方は、またね家族会員も含めて SFC を維持していく方はゴールドカードがねおすすめっていう風になっております。またね溜まったポイントを ANA マイルにね移行する際も手数料がねゴールドカードであればかかりませんし、空港のねクレジットカードラウンジっていうのもゴールドカードであれば入ることができますし、海外旅行保険とかもね充実してくるっていう点はおすすめポイントっていう風になっております。またねスーパーフライヤーズカードを持っているのにクレジットカードラウンジって必要ないんじゃないですかって思う方ね、まあ、いらっしゃるかもしれないんですけども、 ANA ラウンジっていうのは基本的に制限エリア内にあるんですよね。ですけどもクレジットカードラウンジっていうのは、まあ、基本的には制限エリア外にあることが多いです。またね ANA ラウンジがねない国内の空港であればクレジットカードラウンジがね利用できるっていうのはねかなり重宝すると思いますし、クレジットカードラウンジに関しては到着した際も利用することができるんですよね。ですので飛行機に乗ってね到着した際にちょっとね休憩してから自宅に帰りたいなっていう時にでも、このクレジットカードラウンジっていうのはとてもね重宝すると思いますので、そういう意味ではですねゴールドカードはかなりねおすすめかなっていうふうに思います。またねゴールドカードということで券面がねかっこいいっていうのもありますよね。っていうので発行するね理由になる方もいらっしゃると思います。またね ANA アメリカンエクスプレスゴールドカードっていうのが年会費がねずば抜けて31,000円ということで高いですよね。高いんですけども ANA のね
航空券を決済する場合、100円で3マイルがね貯まるクレジットカードっていう風になっておりまして、こちらの100円で3マイルっていうのはプレミアムカードに匹敵するぐらいのね還元率の高さっていう風になっておりますので、毎年ねプラチナダイヤモンド仕様とかをね継続されている方はある程度ね毎年 ANA でね決済する機会が多いと思いますので、検討してみる価値はねあるのではないのかなっていう風に思います。またねポイントの有効期限がありませんので、クレジットカード決済でねじっくりマイルを貯めていきたいっていう方はですね、おすすめポイントっていう風になっております。でこちらのカードはアメックスの国際ブランドということで、手荷物宅配サービスであったりとかですね、クレジットカードラウンジにも1名ね同伴無料で入れたりすることができますので、こういう点もねおすすめかなっていうふうに思っております。まあ、それでもですね年会費が、まあ、ビザと比べると約2倍ぐらいしますので、この特典が欲しいっていうのがねないのであれば ANA アメックスゴールドをですね保有する理由はないかなっていうふうに思います。それでは次にプラチナプレミアムカードですね、こちら基本情報をね載せておきますけども、まあ、ここまで来るとですね年会費は基本7万円以上っていう感じになりますし、年会費のね割引制度もなくなります。プラチナカードに関してはですね、本当にステータスカードっていう感じになっておりまして、この中でも一番おすすめなのが ANA ビザプラチナプレミアムカードがですね、年会費8万円するんですけども、最大還元率はね、1.85% まで上げることがね、可能っていうふうになっておりますんで、こちらがおすすめかなっていう感じですね。またプラチナカードに関してはですね、コンシェルジュデスクとかプライオリティパスっていうのが付帯してくるっていうことになりますんで、年会費は高いですけども、こういう付帯サービスとかですね、あとはステータスカードっていう意味では発行する方もねいらっしゃると思いますので、まあ一般的にはですねそこまで選択肢に入る方っていうのは少ないと思うんですけども、やはりねカードの額面はやっぱりかっこいいですので、まあ、こういうところでですね発行する方も多いのではないのかなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はですね ANA スーパーフライヤーズカードを一体どれがおすすめかっていうね動画作らせていただきましたけども、冒頭にもね言わせていただいた通り、スーパーフライヤーズカードに関してはですね人それぞれの状況によってねかなり変わってくるっていうこともありますので、家族カードの有無、年会費還元率、メインカードにするかどうかをですねご自身で検討してみていただいて、発行して利用してみていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるとても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイ、ホテルのことなんかね発信させていただいておりますので、ぜひねチャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。